第3段階はお客さんの方から感謝される、お客さんから感謝されるようになったら閉めたものですね。こっちです、こっちです。これが第3段階で、これがお客さん、商品を買ってくださるお客さんから感謝され、喜ばれ、住宅建設の営業マンでしたら、建てたお客さんからいただき物いっぱいもらう人がおるんですよ。いや、すごい人ね。でお客さんからいろんないただき物、普通だったら逆なんですね。お客さんの方から、まあ、いろんないただき物いただいて、あなたのおかげでいい住宅が建った、もう心配してたけども安心して入居できましたよ、これはもう気持ちだけですけどって何かこういただくね。こういうものをお客さんからいただくようになったら、もう第3、こっちですね、第3段階の上級編だからといって、こう催促するような問題じゃありませんけどですね。ということで、やっぱりそのこれ私がですね、はがきの本の2冊目に書いたんですけどね、田中真理子さんという方がですね、これ福岡銀行にお勤めだ、この方はですね、ものすごくあのこうおじいちゃんおばあちゃんが来るとその人の話を聞くのが上手で、何について困ってるかというのをこう見抜くのが名人だったんですね。ものすごいやっぱりこうすごい感があった。ここでお買いになりましたら、さりげなくこうはがきを書いて、大体1日平均3通から5通書いてたんです。それも全部自分のお金だったんですね。これが後で聞いてびっくりしたんですね。ここで西日本新聞、地元の新聞に大きく出たんで、ちょっとはがきの本を書くときに、銀行の本店と知り合いだったもんですから、研修とね、研修部長さんの紹介で、ちょっとインタビューさせてくれたら、電話してくださって、あいつでも会ってやれよということで、会いに行って聞いたんです。そしたら、もうそういうのが、もう、お見えになるお年寄りの方にですね、こう話聞いてて、どういうことを書いたら、お客さんにね、あの喜ばれるの分かる、それからお手伝いする、これ名人だ。そうしたらですね、単なる窓口の人です、外回り専門の営業マンの5人分から7人分の預金集めるんです、キャンペーンの時。これ全然回ってないんですよ。はがき1本でね、1日3通から5通で、外回り専門の男の社員の平均の5倍から7倍金集めてくるんです、お金をね。でこの人が結婚のため辞めたんですけど、タクシーのトランクと乗るところにいっぱい詰め込んで、2台分のその何ですか、あの旋律が来たお客さんから、これでも詰め込むのが大変だったじゃん、タクシーね。普通の人は辞めたらこんなもんでしょ、これですね。だからやっぱりそういうふうにお客さんから感謝されるようになったら、もう最高レベルですね。で、カッコして書いておいてください。いただき物って書いてますね。いただき物があったらもう最高ですね。これは美容室なんかもあるんですね。美容室で、やっぱりね、本当にいいサービスするところでいただき物があるんですね。これがくれるようになったらもう顧客対応は最高レベル。ですから、こういうことですね。経営の。誰かお手元のですね、8ページの、いやいや15ページの8ですね、こういうことにやっていただく。そして最後はですね、